任期満了に伴う県議会議員選挙が今日告示され23選挙区59の定数に対し84人が立候補を届け出ました今回の県議選では5期目のほぼ中間となる村井県選への評価も争点の1つになるとみられています立候補届出の受付は午前8時半から県選挙管理委員会の地方支局8か所で行われました 23選挙区合わせて59の定数に対して4年前の前回より5人多い84人が立候補しました立候補者の内訳は現職が50人元職が4人新人が30人男女別では男性が70人女性が14人で女性の立候補者は過去最多ですがそれでも2割に届きません 今回の県議選では企業誘致などに力を入れる一方仙台医療圏の4病院再編などを進めようとしている村井県政への評価も争点になるとみられていますまた、登米、東松島大崎、柴田、遠田の5つの選挙区では定数を超える届け出がなく無投票当選となりました県議選は明日から期日前投票が行われ 有権者数は昨日現在で191万2580人となっています。